それではやっていきます。クリア率は約 8% なんだぜ。宇宙戦艦。やーまあとー。強制スクロールか。強制スクロール苦手なんだよねー。まあ上手い方は苦にしないんだろうがな。私上手いもん。って言ってるそばからチビマリオになってるんだが。違います。マリオが自分で小さくなる道を選んだんです。そう、小さくなって回避率上げようとしてるんだよ。そこから地球投げや電磁波を。それマリオやない。ラッキーや。よく気づかれましたね。気づいたマリさんくんにはレイムオリジナルプロマイドを差し上げます。おう、お前の目の前でプロマイド引き裂きたいし、ぜひ一枚くれ。やあレイムくん。よしよし、ここでの社長はありがたすぎます。喜んでくれて嬉しいよ。そうだ、今度一緒にお泊まりでもしないかい。この変態最近大胆になってきやがったな。てかマリサ、弾幕すごいんだけど。天才なら余裕だろ。ほら頑張ればか。よろしい。ではこのマリオメーカーの鬼、いや、マリオメーカーのダンゴムシとなってみせましょう。全然凄そうに見えない。クソ、このクソガメのせいでダメージ食らっちゃったじゃないの。まあいいや、とりあえずこの土管もハイスパム見えなかったー。ほんとこいつのスパムは見えなくて困るよな。はい、ただいま帰ってきました。今度はスパムに気をつけながら進んでいけよ。大丈夫。天才です、もうそれはいい。せめて最後まで言わせてよ。あれ、どこ行けばいいの？右に行けばいいっぽいんだぜ。てかもうチビマリオになってるんだが。戻し作業かなりめんどくさいし、ここで決めたいです。聞こえましたかお相手さん、いいですか？いいですね。空気読んでくださいね。露骨にプレッシャーを与えていくんじゃない。頼む、社長。呼んだかね。待ってましたー。よーし、社長を味方につけた私はもうやられません。断言します。おい、クッパジュニアいるぞ。ふふふ、私の饅頭の詐欺にしてくれよー。饅頭の詐欺ってなんだよ。てかプレイングが雑すぎる件について。上からコーラー、下には炎ー。まさしく、お、ふ、ろ、上がコーラではないだろ。さあクッパジュニアくん、さようならの時間です。よーし、これでクッパジュニアはお亡くなりになりました。どうせいつかまた出てくると思うがな。さて、この先はなんだろうな。土管あったね。そしてもしかしてこの土管の中にはゴールだったよーって、待ってー。いやー、バビッタ。バビッタってなんだよ。しかし無事ゴール。勢いつけて言ってたらやられて最初からだったな。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次のコースへ行きましょう。ではやっていきます。クリア率は今回も 8% なんだぜ。ヒートアタックス&ヴィーナス。だから違う。おなじみ、箱の中身は何じゃろなー。こういう時の9割がキノコ。ではお邪魔します。洞窟の皆さん、こんにちはー。うるせー。うるさかったの自分でしょってじゃあ。完全なる理不尽。あ、これってなんか上にありそうじゃない？行ってみます。しかしそこは罠であることを霊夢は知る由もなかった。なわけないもーん。羽さんだもーん。では皆さんご一緒に、アイ、キャン、フライ、フライパンフライドチキン天ぷらフライ。よし、おかげで無事着地。すまん、何のおかげか全然わからないんだが。マリさんくんはバカだねー。もちろん。いいからさっさと行けや。てかマントマリオのおかげで下手な霊夢でもサクサクいけてるな。私下手じゃないってば、証拠あるの？ないでしょ。あー。これが証拠だ。霊夢スーパージャーンプ、聞く証明。では行きましょう。アイ、キャン、フライ。フライパンフライドチキン天ぷらフラー、助けてー。はい、帰ってきましたよ。なんか2回ぐらい殺戮が行われてた気がするんだが。もう、マリさんくんは夢でも見たんですか？私がそんなことするような饅頭に見えますか？むしろそうにしか見えない顔をしてるんだが。まったく、人を疑う前に信じることをしなさいマリさんくん。まずその顔やめろ。信じるのはそこからだ。やめたよ。これで信じてくれる。断る。この詐欺師ー。さて、バカの相手はこれぐらいにして、そろそろ実況再開するぞ。ふふふ。残念ながらマリさんくん、もうゴールは目の前のわずです。なぜわかるんだ？だってパタパタがいる時って大体ゴールあるじゃん。あれ？奥にもなんかいる。おい名探偵霊夢、ゴールとやらを早く見せろよ。あるんだろ？あります。必ずあります。ちょっと待ってて。多分このツタを抜けた先がゴールです。そうだ、そうに違いない。お前必死だな。てかこれ右に進んでいけばいいのか？それとも正解の土管があるのかどっちなんだろうな。とりあえず右に進んでみて、何もなかったら土管入ってみようか。あ、なんかありました。これに乗って進んでいくっぽいんだぜ。大阪ラバー、歌います。ここは某テーマパークじゃないんだ。やめろ。
ちなみにウプ主は罰ゲームであれに7回連続乗せられました。後半フラフラだったな。並ぶのもめんどくさかったし、てか思ったより長いコースなんだぜ。しかも中間なし。ここでやられたら私自殺します。どんだけやり直ししたくないんだ。頑張れよ。ハンマバキと裕次郎の先にはパックンマックン。これは難関コースの予感。ハンマバキと裕次郎を突破できたらパックンマックンなんて簡単に突破できそうな気がするんだが。マリさんくん、いいですか？戦いは力じゃないんで。ってゴールだー。制作者様お願いです。直前に孔明さんを設置しておいてくださいませ。いいの？もしそうなったら一週間は家に引きこもって、ずっと壁の模様を数え続けちゃうよ。私が悪かった。てかどんだけメンタル弱いんだ。可愛いバラにはトゲがあるのと一緒で、実は繊細な子なんです。いいですか？もう一度言いますよ。私は可愛い。さっきと言ってること違うじゃねえか。それではこのコースを作ってくださった方、ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回はこの辺りで終わります。ご視聴、ありがとうございました。ありがとうございました。